どうもこんにちは、眉毛と筋肉バルクアップ中のシャンプー系 YouTuber の翔平でございます。疲れた。いやもう夏ですね。ちょっと夏服出してちょっと爽やかな格好を久々にしております。本当はね、最近ずっと黒ばっか着てるんですけど、こういう服の淡い感じの方がね好きなんですけども、まあちょっと大人っぽくしていこうかなと思いまして、最近黒着てるんですけど、まあそんなことは置いときまして、いよいよこの増量してた眉毛とも明日おさらばでございます。あと最近ちょっと寝癖をコントロールできるようになってきました。これ今寝癖なんですけど、いい感じですよね。そういうのは置いときまして、今日は久々にね、シャンプーユーチューバー、まあシャンプーユーチューバーなのかな、久々にシャンプーの動画についてでございます。はい、結構ね、シャンプーのレビューしてくれっていう、声をすごくいただいて、やろうやろうって思ってたんですけど、今日はですね、ちょっと辛口な動画でございます。まあレビューというよりも市販系のシャンプーについて、物申したいと思います。まあ僕2月からリリーに勤めることになりまして、もうそうですね、4ヶ月ぐらい経ったのかな。で、髪質改善のことだったり、ちょっとヘアケアについていろいろ学んだりとかも今してまして、そこで最近は美容用品のシャンプーだとかトリートメントワックスとか成分についてすごく調べるようになりました。カットの旅してる時とかもいろんな美容師さんとかから、まあ、いろんなねこと聞いたりとかして、すごく美容に対しての勉強の旅にもなってるんですけども、そこでですね、その知識を得てから、いざその薬局に、行きまして、売ってるそのシャンプーコーナー一つ一つこう成分を見まして、で僕リリーに入ってからカウンセリングの方をすごく力入れるようにしてまして、その時に絶対そのシャンプー何使ってるかっていうのを聞くんですけど、圧倒的に多いのがその市販のシャンプーのボタニストっていうシャンプーです。で、僕お客さんから聞くまで知らなかったんですけど、そのボタニストなんで使ってるかって聞くと、なんか良さそうだから、オーガニックだからとか、あと YouTuber が使ってるからっていうので理由として聞くことが多かったです。理由？ YouTuber 誰使ってんだろうって調べたんですけど、いろんな美容系の YouTuber がレビューしてたり、あとなんかレビューしてないけどお風呂のシーン映った時にその人がボタニスト使ってたからボタニスト使ってるっていうね、これすごいなって思ったんですけど、で、気になったんでそのボタニスト買ってみました。はい、めっちゃ久々ですね、市販のシャンプー買ったの。これ1400円しますね。高いね、意外と。市販のシャンプーもっと安いもんだと思ってたけど高いですね。高いけど、まあでもこの量にしたらワンプッシュ本当に何円とかのレベルですよね。うん、まあ量的にはすごく安いのかなって思うんですけど、でそのみんな使ってるっていうことでどういうものなのかっていうのを僕すごく調べました。まずボタニスト、ボタニカルシャンプーっていう名前なんですけど、そのボタニカルっていうのが植物っていう意味だったり、まあボタニストって言ったら植物者、植物生学者、まあ、そんな感じかな。ザ・オーガニックみたいな名前ですよね。うん。シャンプーにもブームがあって、一時期ノンシリコンが流行ったり、オーガニックだったり、ボタニカルだったり、すごくね、そのシャンプー業界でもブームとかがあるんですけど、なぜこうブームを起こすかっていうと、それは売るためですね。まあ、その話はまた長くなっちゃうんで、別の動画で話します。はい。で、今すごくオーガニックっていうのが流行ってて、まあ、パッと見何がすごくね、こう目についたかっていうと、その薬局のブース見てびっくりしたんですけど、その天然植物由来成分、はい、ここですね、90% 以上って書いてあります。楽天や、まあそうですね、ネットショッピングでまあ売れ筋ナンバーワンと、まあ、とにかく売れててすごく人気だっていうことで、まあすごく今ね有名なシャンプーだとは思います。まず 90% 以上が天然植物由来成分、 90% 以上っていうことで、サイトに書いてあるのがそのグレープフルーツのエキスだったり、オルゴンコンエキス、ローズマリー、まあ、いろんななんかこうオーガニックな成分が入ってて、もうその 90% それでできてますっていう感じで説明されてたんですけど、今回一番言いたい部分でございます。まず単刀直入に言いますと、このシャンプー、嘘ではないです。 90% 以上天然植物性由来でできてるんですけど、これ 90% 以上ほぼ水でできてます。はい。いろんなオーガニックなものとか、なんかそういったもので、できてるシャンプーですみたいな書いてあるんですけど、もうほぼ水です。はい。っていうのが、書いてある内容と、まあ、間違ってないんですけど、僕が一番びっ
っくりしました。こういう書き方もあるんだなって。すごいね、表現の仕方一つでね、だいぶ印象って変わってきますからね。まあ間違いじゃないんですけど、まず気になった点がそれ一つですね。ここの裏の成分表を見るとわかると思うんですけど、まずですね、この成分表って多い順で書かれてるんですけど、まあ、まず最初に来るのが、まあ大体そうですね、水とか。で、ここですね、ノンシリコンだったり、合成着色料、ラウレス硫酸 NA などがフリーって書いてあります。これに関してはね、すごくいいと思います。ラウレス硫酸とか、ラウリル硫酸っていうのがね、すごく良くない物質でございます。頭皮が荒れたり、髪色が落ちたりとか、まあいろんなね、悪い原因になったりするんですけど、それもちょっと細かく言うと長くなっちゃうんですけど、はい、そこら辺に関してはすごくいいかなと思ったんですけど、どうなのかなっていうのが僕の正直な、意見でございます。で、これから話す内容に関しては、ボタニストだけじゃなくて、どの市販のシャンプーにも当てはまることなので、もしね、家で市販のシャンプーとか使ってる方いたら、ちょっと参考にしていただければなと思います。まあ、ちょっと専門用語を分かりやすく説明するので、ちょっと長くなっちゃうかもしれないんですけど、まずシャンプーというのは水と油でほとんどできてまして、その油の中でも、精油と、香油、その二種類に分かれてるものがございまして、で、精油がアミノ酸系の、油で、で、香油が石油系の油になっております。で、市販のシャンプーっていうのはほとんど、石油系の油でできております。で、まず何が違うのかっていうと、香りですね。市販のシャンプーってすっごく香りが残りやすいものでできてることが多くて、結構ね、お客さんでも一回シャンプーしてもまだその家のシャンプーの香りがね残ってたりとかするんですけど、それってその香油のせいですね。石油系でできたシャンプーなんですけど、アミノ酸とかでできてるシャンプーっていうのはバスタイムとかで香るような香り、残りづらい香りになってますね。で、それ石油系でできたシャンプーがこう香りが強く残るっていうことは、髪にその成分が強く残るっていうことで、あまり良くないですね。頭皮に、残って根詰まりを起こしたりとか、あと、かゆみだったり、そして、ハゲの原因になったりと。ということで、石油系でできたシャンプーっていうのが市販ので売られてるシャンプーが、ほとんどなので、あまり良くないものとされております。で、まあ、これはラウレス硫酸とか、ラウリル硫酸とか、それが入ってないフリーでできてるっていうもので、けどね、よく見ると、ラウなんちゃらとか、ラウ系のものが入ってたりするんですよ。これに関しては結構、その、サロンで使われてるようなシャンプーでも、実はラウ系っていうのが入ってたりしてて、で、ラウ系だったり、ジル系だったり、いろいろあるんですけど、それらの、ものっていうのは、その、先ほど言った、石油系のものでできてて、この中でも、使用済みの石油からできてるものもあったりして、やっぱりね、人間の体には良くないものでございます。使用済みの石油って聞いただけでもすごくね、嫌な感じはするんですけど、今そういうものって活性酸素っていうものでできてたりして、その活性酸素っていうのが人間の体にはすごく悪い物質で、まあ、いろんな食べ物にも入ってるものなんですけど、もうこれも、細かく言うと長くなっちゃうんで、また機会があったら説明します。っていうので、活性酸素っていう物質でできてるものなので、体に悪いっていうものだけ、頭に入れておいてください。と、まぁ、ちょっとね、今日は市販のシャンプーについて、物申す的な感じの動画なんですけども、で、何より一番ね、この、ネットですごく人気っていうことで、ネット販売されてるものって、何が違うかっていうと、保存量が発生するんですよね。なので、ちょっと、これは、ネットでの商品は、保存量が多く含まれてる可能性が多いので、注意していただきたいなと思います。はい、ということで、いかがだったでしょうか。ざっくりね、市販のシャンプーについて説明したんですけど、僕がカウンセリングして、で、聞くお客さんの中で、やっぱ圧倒的にボタニストを使ってる人が、多くて、で、その中で、天然由来成分で、すごく、髪にも、頭皮にもいいって思って使ってるけど、でも、荒れちゃっててっていう人が、ちょっと何人かいて、あまり肌強くない人とかが、いて、それで、ちょっとなって思って、やっぱりなるべく僕指名してきてくださるお客さんには、なるべくいいものを勧めたいので、っていうので、これ使って荒れてるっていう人も中にはいたんで、ちょっと、
これは動画ではちゃんと言わないとなって思って、今日はポタニストさんを例に挙げさせていただきました。そのラウ系とかって結構頭皮弱い人とかだと荒れちゃう原因にもなっちゃったりして、まあ僕もおそらく一般の女性より肌弱いんで荒れちゃうと思うんですけど、だからなんか買うときは歌い文句とかっていうよりもやっぱ成分をしっかり見てで買ってあげた方がいいですね。そういうのを今後動画でもこれはいいですよっていうので紹介していけたらなと思っております。こういうズバッという人ってあんまりいないから、美容業界で。で、僕がすごい今日言ったんですけど、僕もちょっとビビってるので、本当にボタニストさん許してくださいませ。勘弁してください。で、中で一番びっくりしたのが、僕の母親も実はこれ使ってて、で、電話で聞いて、なんでボタニスト使ってるのって聞いたら、このシャンプーのパッケージが可愛いからだそうです。1400円。危ない。匂いフェチの僕としては、らしからぬ行為ですね。香りチェックするの忘れてました。一応これがグリーンアップル&ローズの香りだそうです。ちょっと、行ってみます。ああ、あ、香り、めっちゃ好きだ僕。めっちゃ好きだけど、でも結構やっぱ強く残りそうな気がするな。うん。トロトロ透明で、ね。うん、着色料入ってない感じがいいですね。ちょっとまあね、怖いけど僕自身やっぱ使わないで言うのもあれなんで、1週間ぐらい使ってまたちょっと結果を動画にしようかなって思ってます。うん、いい香りだね。